皆さん土曜日どうですか？お帰りなさいって来てる。なんで？どこも行ってないよ。今日まずどこも行ってない。みんなびっくりすると思う。あ、100均行ったぐらい。100均行って買いたいものがあったから買いに行って。そう。でも行っちゃ欲しいのがなくて、だからあれだけど。え、ずっとゲームしてた。あつ森して、あつ森した。行ってるやん。これ行ったうちに入んないよ。100均に行っただけで。あと洗顔を洗濯機の裏に落として、どうしても頑張っても取れなくて買いに行った。アスパーさんハートありがとう。マタムホテッドさん緑のたい焼きありがとう。なんか汚れてるんだけど、なんでだろう、なんだろうこれ、紫。なんだろう、掃除したんだよねさっき。めっちゃ頑張って掃除してさ、その雑巾がけもしたぐらいでしたの。悲しい。アスパーさんハート100ありがとう。左手空いてますか？お皿？お皿じゃないよ。チェリー食べたんかな、私気づかぬうちに。チェリー食べてないんだけどな。今日あつ森さ、洗濯機どかしてあげるよ。 ありがとう、優しい。リップじゃないの？うわ、リップだ、リップだ、絶対リップだ。ありがとう、教えてくれて。絶対リップだ。ぶどう食べとらんわ。ぶどうの季節来る？まだか、わかんないや。もうちょっと前髪切れたな。今ももうちょっと切ってよかったよね。ゲーム何時間？言うて1時間半と1時間ぐらいじゃない？言うてしてないかも、してないうちに入んないかもしれないけど、そうだよだよ。今スイカいいね、スイカ。こんだけ長い、長い木ありますか？ないですよ。どういうこと？ぶどう季節だよ。あ、そうなんだ。大丈夫だ。何が？お部屋をね、なんかいい感じになんか収納したくて、でも全然何もできない。今日はただ掃除しただけになった。掃除だけただするっていう。朝ついに攻めたリップできんかった。なんで？なんでよ。なんでよ。朝ついね、空いてるよーって言っただけ。空いてるよーって。空いてるよーって話なのでね。報告。元気だよ。思わせぶり。何がですか？どういう意味ですか？どういう意味なんでしょう。私にはちょっとわからないんですけど。奪いに行きます。食べないで。あ、食べないか、指は。なんだろう、奪わないで。割と大事だよ。割と大事だし、割と大事だし、困ることが多いよ、きっと。困ることが多い。きっと。わかんない。でもシャンクスよりマスかもしれない。四国はあのチャートで投げました。ありがとう。
手のひら？ん？ココアさんがアンピとお化け屋敷エピソード話しとったできる。あーなんかめっちゃアンピで引っかかったそれで、なんどう話したいのってめっちゃ気になった。ブロージー結婚してありがとう。まだ早い。ててまだチャンスある。そうだよ、予約したい。そうね、予約は全然、その予約は完了されるかどうかわかんないですけど、知らんけど。無責任なことしか言えないんですけどね。1月どれぐらい会えるかな。ね、どれぐらい会えるかな。1月ね、あとなんか今んとこ会える予定では7月4日公演があって、7月19日公演があって、7月後半に全国ツアーがあるですか、とお話し会ですね。お話し会が2回。右手につけてるじゃ意味が変わりますからね。お母さんと仲いいよ。久々の土日フリーってなんだろう。両思いだから予約なんてやらないでしょそういえば私が言ったわ、そういえば7月16って何やろ、何やったっけ。あと私女子旅があるわ。女子旅で会える方会えるね。ドラさんたい焼きありがとう。あ、抹茶たい焼きもありがとう。山中湖か、山中湖4月なんだ。そっか、4月山中湖。あ、そう、時をかける少女とサマーウォーズがね、映画館で見れるんだよね。そうだよね、私さ時をかける少女見に行きたい。でもなんか知ってんのに見に行くのもなと思って迷ってる。でも見に行きたくない？だってさ限定だよ。映画館で見たらさやっぱ違うじゃん。迷ってる。いつからですか？機械島？怖いやつですか？分かんないや。分かんないけど、映画行きたいんだよね。映画行きたいの。今何やってんの？今のおすすめは？アリエルか。映画館一人で行けるよ。大好きだよ、一人で行くの。前なんかマリオココアさんと見に行ったら一人で行けるようにならないとみたいな返信で言われて、はぁと思ってみたいな。別にココアさんと行った時にそんな一人で行けるようにならないとってどういう意味やと思って11月4日生まれ、何曜日、金曜かな、わかんないや、金曜のはず。え、わかんないけど、リトルマーメイド。そうよね、リトルマーメイドみたい。なんかセバスチャンとかなんだっけ、青い魚みたい、なんかすごい、なんか実写版なんか、なんかもうよくわからんくて、すごいなんか道を見てほしい、おもろいから一人映画できるようになるのが目標だね。いや、ずっとしとるんよ私、結構前からしとるんよ。
実はね、アクション系見に行かんね。そうなんですよ。やー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 見ない。やーやーパンチパンチも見ない。好きくないパンチパンチが。だからね、東京リベンジャーズもね、なんかさ最近テレビであったじゃん、見たいけど見れてない。なんかさ、見る時間夜に見るのなんか嫌だから。そう、同じクワッス？あ、クワッス、ヤッホークワッス、挨拶できた？一人で映画行くとポップコーン余ることないよ。食べちゃうよすぐ。あ、なくなっちゃったってなるよ。レイトショーって何ですか？あ、映画の話か。コナンもう見たの？そうそうそう、コナン見た。見たんよ。トゥルル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 。何作ってんですか？バクゴーくん作ってる。密かに。何も言わずに。密かに作ってる。気づいたら空に乗ってる。空？ん？気づいたら空？空に乗ってる。空になってる。あ、空になってる。空になってるか。なるほどね。そりゃな。マジポップコーンってすぐ気づいたら空になっとるよね。ありがとう。2度目のコメント。ありがとうございます。そう。レイトショー行くとたまに本当に一人で映画見てる時がある。どういうこと？どういうこと？どういうこと？始まる前にほぼ空にしちゃう。誰は大変だ。私ね、絶対最初ら辺は食べないようにするんですよ。なんかなくなるのが嫌なので、始まった時にちゃんと食べたい、ちゃんとポップコーン楽しみたいから、始まる前食べたくないタイプです。ポップコーンも食べないの？あ、そうなのか。私さ、中学校の時ポップコーン好きすぎてポップコーン食べに行ってた。なんだっけ、映画館にで映画見ずに帰ってた。あー、劇場に一人しかいないってこと？本当に一人映画ってこと？なるほどね。いいじゃん、独り占めだね画面。いいじゃんいいじゃん。スラムダンク見てないんよ。見てないです。ココアさんにめっちゃおすすめされた。今もやってるんですか？ラムダンク。塩が好き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 です。なんとかフェスの時に。何フェス？なんだろう。え、ポップコーン食べないの？私ポップコーンめっちゃ大好きなんだけど。ポップコーンが主食だった時期あるもん。え、このは、え、どこまで話したっけ。あ、中学校の時毎日食べてたもん、ポップコーンを。1週間に1回じゃ間違えた、毎日ポップコーンを食べるっていうのを1週間続けた。一番美味しかったのは、後輩がね、なんか卒業時期だったの、なんか卒業記念でなんかポップコーン持ってきてくれて、でその子の可愛いところはね、なんか自分で作ったって言わずに、あ、これって、ポップコーン好きなんやろって言われて、うんって言ったら、そうくれて、えって言って、ありがとうって言って食べたらめっちゃ美味しくて、え、これめっちゃ美味しい、どこのなんって言ったら、え、知らんみたいな感じだったけど、手作りだったらしい。かわいいと思って。いいよね、ポップコーン。前食べてた話初めて聞いた。わお、そう、ポップコーン大好きなんよ。ポップコーンたまに味ついてないやつあるよね。あれ嫌や。あ、そう、そこ嫌よね、ポップコーンの嫌なとこ。嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ。
あ、ユニバのポップコーンとかも大好き。めっちゃよくない？え、食べない派？牛も食べない派だけど、バケツが可愛くて買っちゃうかも。カビゴンのカード持っとらん。しおりんさん、お菓子ありがとう。ポップコーン以外に何か映画館ありますか？あるよ、いっぱい。何でもあるよね。ホットドッグ言えなかった。ホホホってなっちゃった。ホットドッグとかあるよね。高校生の時あまりに怖いシーンで友達がしつった。ホラーなのに映画館大爆笑でした。しかも静かにしなきゃいけないのが絶対笑うよ、それ絶対笑う。え、昨日やばかった。あー言えないかな。昨日ちょっとあることがあって、あることがあってというか、昨日ある曲を練習したんですよね、レッスンで。で、なんだろう、盛り上げ曲ではない曲で、すごいシーンってしてたんです。そんな中、こういつもなんだろう、レッスンというか、そのポジションというか振り確認して、で、なんだろう、立ち位置も確認したら音でやるんですよ。で、音でやるときって動画撮るんですよ、その記録用にね、とか後から見返して、あ、こうだったなとか、あ、ここ間違えてるわとか、みんなと振りが違うわとか見るんですね。その動画を撮るときにマネージャーさんがね、スマホをセットするんですけど、それがなかなかうまくねつけられなくて、つけたと思ったらクンクン、なんかなんていう、斜めにこう倒れるみたいなっていうので、ずっと繰り返してて、マネージャーさんが。でも静かな曲で、で昨日人数もちょっと少なかったから、すごいシーンとしてて、私耐えられなくて一人で笑ってたんです。絶対笑っ、なんかもう静かすぎて、しかもその笑っちゃいけないじゃん、笑っちゃいけない状況。しかもそのマネージャーさんと、なんか担当のマネージャーさんとかじゃないマネージャーさんだったから、笑っちゃいけなかったな、笑っちゃいけなかったんよね。だけど耐えられなくて、私一人でマスクの中で笑ってたの。じゃあアイコジと目合って、アイコジが笑い出して、じゃあリネちゃんが笑い出して、曲始まってからもう本当に笑いのツボが抜けなくて、本当にダメだった。なんか笑っちゃいけない時ってマジでね、やばいんよ。いいね、笑っちゃうんよ。だからより面白くなるよね、絶対。そう、笑いの連鎖。そう、我慢してたらアンナが笑ってるの見て笑っちゃったってアイコジが言ってた。サラピも笑ってたらしい。角度的にサラピ見えなかったんだけど、そう、アウトしちゃったそう、ありがとう。瀬戸内奈良県にタワーありますか？うん、あるんかな、ありそうだけどね、分からん。広島タワーあるんかな。広島タワーないよね。え、ある？フライドポテト塩加減触るの嫌。あー確かに、めっちゃ濃いのとかある、ある、ある。確かにあるね。みんなポップコーン何味が好きなん？そういう時笑わないで我慢できる人ね、すごいよね。特訓してきたんやと思う、きっと。年頃の女の子だから、二十歳だけどね、もう全然二十歳だけどね。あ、オリジュルタワーか。浦部さん、抹茶たい焼きありがとう。下関にもある。そう、宇多津にね、ゴールドタワーがありますから。オリズルタワーってタワーの名前がタワーね、銀ちゃん。知らんけどバター風味が好き。あ、私もバター風味好き。そう、腰頃ではないでしょ、わかんないけど。タワーマンションある住まないと年頃真っ最中の野畑って。あ、知らなかった、そうだったんだ下関私さ、行きたいよね。一回行ったことあるんよ、友達とね。そう、お刺身食べたいなって思って、食べれるか分かんないのにそう、あ、そう、なんとか市場行った。そう市場行った。フグ食べたい。こうダンスの先生に、フグはね
割と食べれると思うよ、そのなんか臭みとかが弱いからって言われて食べたいんよ。フグの刺身カラト市場か。何があったらタワーって呼べるんやろ。確かにタワーってついとったらいいんじゃないかね。ダメなんかな。なんやろうね、難しいね。フグはほぼ味ないです。あ、そうなの？じゃあなんで食べるの？なんでみんな美味しい美味しいって言って食べるの？気になる。あとさ、あそこずっと行きたいんだよね。え、ちょっとね、ちょっと名前忘れちゃった。山口のさ、あのさ、山口のとこなんだけどさ、あの海、海で橋のところ、海で橋の語彙力ないけど、海で橋のところね、行った。え、ちゃう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 、あのめっちゃ海が綺麗なところ。え、あ、え、あ、あ、それそれ。それそれそれ、そうそこ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 、そう、すごいじゃん。え、そうそう、そこそこそこ、それそれ、その橋、そこ行きたい。なんか行きたいと思ったきっかけが、ファン、山口のファンの方が写真を送、写真ポストカード送ってくださって、それ、そのそのなんだっけ、その橋のね、橋というか海の写真を送ってくださったの。それがめっちゃすごい素敵で、行きたいと思ったの、写真、その写真見て。橋が長いんだ。あ、そう、エメラルドグリーン、エメラルドグリーンのところ、そうそうそう、落としちゃった。そうそう、行きたいんよ、行きたい、瀬戸内巡りたいね。そっか、 CM になったのか。安否が免許取ったら連れてって、あ、私が。そうだね、私が免許取ったらね、いけるね。で、私の運転乗りたいと思ってくれる人、ファンの人しかいなさそう。ママすら乗ってくれなさそう。多分乗ってくれないよ、ママも。ちょっと待ってねって言われそう。ノリノリの曲かけて、そうね。瀬戸内じゃないの？え、そうなの？山口で？山口じゃないんですか、それ。山口でしょ。瀬戸内だよ、瀬戸内。知らん、勝手に知らんのに瀬戸内だよとか言っちゃった。知らんけど。命が一番、確かに。その荒い運転をするとかじゃないよ、怖いなって言われるだけで、別にそのなんかバンバン運転しますよっていう意味じゃないですよ。ちゃんと自分はちゃんと真面目にやるよってやるけど、そう、あの相手からはあんまりちょっとなんかね、怖いって言われそうなだけで。でもまだね、免許持ってないからね、もう想像で言われてる話だから別に危なくないですよ。想像で言われてるだけだから。うどん巡りドライブ、え、やりたい。普通に香川行きたい。うどん食べたい。うどん食べてない。山口の上の方、え、じゃあ山口じゃん。山口じゃないの、あ、山口の上だから瀬戸内じゃなくて日本海ってこと。免許持ってないよ。そうね、赤コーラには強いだわ。バナナ持っとからん。バナナからいっぱい落とすのダメよ。ダメだよ、滑っちゃうから。初心者には優しくして。え、何これ、こうしたらいいんだ。
でも私は真面目だからみんな大丈夫だよ。私の運転は安心して。今月末香川にうどん巡りしてくる。おお、いいな、楽しんで。高圭さん、レンボースターありがとう。おつさん、お菓子ありがとう。 YouTube でさ、うどん巡りしてる人いるよね。いるいる、見たことある。電波ないところ、バイバイありがとう、見てくれて。カカは小さいから1日あれば回れる。うん、マジそうなんよ、本当にいい意味で、マジいい意味でそうなんですよねそうなんですよ、行きやすいよ。そうなのよ。あ、バックゴーくん顔歪んじゃったあ、ほらちょっとさ、こうなったよね、バックゴーくんの顔歪んじゃった。ほら歪んじゃった、なんか可愛くなっちゃったごめんバックゴーくん、ごめんね、ちょっと戻すわ。あ、こうだ。これはちょっと前に、そう、アイリスちゃん引っ越しちゃうの、この話したいな、したいです。あのさ、アイリス、そう、あつ森の話なんですけどね、住民のアイリスって子がね、引っ越すんですよ、か言われたんですよ。なんか悩んでて、どうしたのと思って声かけたの。じゃ、なんか迷ってるみたいななんか別の島も見てみたいなと思ってるんだって聞かれて、2つ選択肢があったの。なんだっけ、行かないでみたいなのと、そっかみたいな、2つあったので、私はすごい迷ったの。アイリスちゃんはほぼ同期みたいな、島に来た、一緒に島に来て、もう最初から島が発展していくのを最初から見届けていたアイリスちゃんだったから、しかも私結構仲良かったと思ってて、そうだから、そう、子さん折り面、そう折り面折り面、そう一期生みたいなもん、マイル頑張って貯めてるけどあんまり貯まってない。そう、新しい場所に挑戦したいって気持ちも応援してあげたいなって思ったし、きっとね、やっと家のローン返せたんだと思うんですよ。そう、私ちょっと前にアイリスちゃんが釣りをしてる姿を見て、アイリスちゃん魚がいないところで釣りをしてたんですよね。で、あ、なんかこう集まりの人たちって、なんかの住民たちって全然なんか募金とかの活動も、もう3桁単位なんですよ、募金するの。私は万単位で募金するのに、なんでこんなにね、なんか全然 あれなんだろうって思ってたんです。そしたらですね、こうそういう釣りをしてる姿を見て、あ、その向いてないのかなと思って、釣りが。だからあんまり釣りでお金を稼ぐことができてなくって、頑張って切り崩してではないですけど頑張ってるんだなと思いまして、はい、そこに感動、ごめんねと思って、私募金全然してないじゃんとかって怒って、本当にごめんねと思って、だからやっと家のローン家のローン払って、ちょっと違うところ向き不向きあるから、そうかなって思って、それか家のローン払えずに追い出さ、あのこのまま家のローン払えないんだったら出て行ってくださいって言われたのかなと思って、ちょっと分かんないですけど、いろいろ考えて、私はアリスちゃんの味方でいようと思って、そうですね、引っ越しの手助けをしてあげましたゲームの話ですよ、ゲームの話ね。そう、日々の生活でいっぱいいっぱいだったのかなっていうアイリスちゃんと思って、そう、結構でも結構ね、服とかくれるんですよ。服、いろんな服持ってて、ちょっと前だとなんかアントワネットっていうなんかドレスみたいなのもくれたんですよ。で、あ、なんでこんなドレス買えるんだよって
思ってたんですけど、頑張って、それか以前持ってたドレスをくれたのか、私のためにプレゼントしてくれたのか分かんないけど、すごい切ない気持ちになりました。そう、アーナがいっぱい払ってる島だから。そうね、いい生活はできた。なんか家具とかもあげて、ずっとね、アイリスずっとあれなんですよ、なんだっけ、あの寝袋だったんですよ、ベッドが。なんか私ベッドあげたんですよ、自分新しいベッド作って、なんか梨のねベッド作って、前使ってた木のベッドあげたんですよ。だからそう知ってたので、魚もね2匹あげたりとかしたので、たまごピオって名前をつけて、そう買ってくれてたりとかしたので、毎日プレゼントあげてました、私仲良くしてましたよ。そうそう、家具とかもくれて、砂時計とかもくれて、違う子にあげたけど、そう、2週間以上島に住んでると、そのキャラが外にいるときランダムが発生だから、お気に入りは引き止めよう。どういうこと？でもお気に入り、私推しメンが一人いて、キャビアって子なんですよ。すごい敬語で、すごいいい子なんですよ。だからこの子はずっと島にいてほしいなって思ってるし、あとももちとアイリスと一緒に来たんです私。だからももちはいなくなってほしくないなと思って、この二人は絶対引き止めようと思ってます。それ以外は全然、そういい仲間だけど、ブロッコリーとかもいるんですよ。ブロッコリーも好きなんです。だからブロッコリーも行ってほしくないです。あとは全然出て行ってもらっても構いません。キャビアはね、なんだっけ、ネズミだっけ、猫だっけ、なんか黒いです。モーチはね、めっちゃ筋トレマンですよ。筋トレずっとしとるよね。のウサギです。で、忍者です。全然想像つかんやろ、絶対俺名原理主義やん。やっぱ大事よ、同期みたいな。だから私が人間だから、他はみんな動物じゃん。だからそう、だからちょっと自分ね、文句言わずに箸の武器も自分一人で頑張ろうって思います。アンソニー、私アンソニーいたっけ。え、馬ですか、馬アンソニーって分からん。人気キャラ島来てないね。島来てないですよ。そうだね、来てないな。ジャスミン、複雑なとこまで考えさせる。そう、すっごいね妄想してた。ありがた迷惑かな。神あつしさん、たい焼きありがとう。ロシなんてみたいな顔してる馬、あー、じゃあアンソニーです。アンソニーがいます。あと新しい住民が増えたよ。なんだっけな、名前忘れた。なんか中国、なんかなんだろう、中華っぽくって、中華な感じで、おなんだろう、あのなんて言ったらいいんだろうな、中華っぽくて、なんか中華なおばさんみたいな感じの子が来ました。うちの島人気キャラだらけ。集めたってこと？そうなんだ。ミノル、お菓子ありがとう。ありがとうございます。トシアバラありがとう。なんだろう、わかんないや。今日もね、マイルの旅行券使って旅行してきた。じゃ、バンブーがあった、バンブー。中華な猫、ジャスミン、チャイナドレスだよ。え、じゃあジャスミンかな、私が着たやつ。わかんないや、ちょっと見てみる。すぐ出せるから私。あ、これこの馬、アンソニーだっけ、
アンソニーか。あ、タケノコも採取しました。うわ、タケノコだと思って、高いかなと思ったけど、そんな値段にはならなかった。え、昨日サメ釣ったの、上手釣ったの、すごくない？上手釣ってさ、感動してさ、めっちゃ迷ったの。こう売るか、売ったら1万2000円だったので、めっちゃ迷ったけど美術館に持ってった。美術館、あ、あ、待って、ももちかわいい、帽子かぶってる、私があげた、かわいいね、また会ったなって言われた。大胸筋を鍛えているらしい。ん？なんかつけてる。あ、こんにちは。みぞれちゃんも私が髪飾りつけてくれてた。お花みたいな。よくわかんないけど、そこら辺で拾ったやつ。安否占い派。上手。そう、初めてのやつは美術館に持ってってるんでしょ、全部寄付しててお金にならなかったけど、まあいいや。ジャスミンの家の周り竹生えまくった。あ、そうなの？私竹2本採取して生やしたよ。シャンティーだ、シャンティー、私シャンティーさんだ。シャンティーさんだった。全然中華じゃないかも。え、わかんない。え、これ何着てんの？ちょっとちゃんと立って、掃除しないで、こっち立って。いや、やっぱ中華。あ、違う違う違う、シャンティはアジアだ、アジア、アジア違うわ。あの、これだわ、あの、こんな感じ、なんかこんな感じのやつ、なんていうんだっけ、ジャスミンみたいな、プリンセスのジャスミン的な。ハムスターだ、この子。え、ちょっとちゃんとこっち、こっち見て。あ、これだ、これだ。そう、おばさまみたいなやつだよ、本当に。なんかこういう感じのやつ、なんて言うんだっけ、こういうの、なんて言うんだっけ。え、中華だと思ってた、この子。中華系だと思ってたけど、アジア系、アジア系違うわ。あのさ、なんだっけ、あの、インド、そうそうそう、インド系でした、この子。なんだ、全然ちゃったわ。ちゃう、中華だと思ってさ、竹生やしちゃった、家の前に。アラビアン、あ、そう、アラビアン。え、勝手に竹生やしちゃったんだけど。全然違うじゃん。ナマステ、なんか意味わかんないね。意味わかんないと思ってるわ、絶対。あ、いたいた、うま。あ、アンソニーだ、やっぱり。アンソニーにプレゼント渡せないんだよね。高貴な人間だから、私のプレゼントは受け取れないのかな、わかんないけど。わかんないけどね。竹原してた。ナマステ。番号ついた T シャツ送りたい。あー、なるほどね。え、なんでプレゼントまだ送れないんですかね。なんでだろう、来て2日目なんですけど、なんで分けられないの。やっぱ高価な人間は私が開けちゃいけないのかな。わかんないけど、なんかなんでかあげれないんですよ。こう、誰か対処法が分かったら教えてください。レベルとかないか、わかんないよ。楽しんでるよ、一人で。でもずっと一人で楽しんでる。なんかザ一人っ子的な感じ、本当に妄想して遊んでる。仲良くならないとあげれないの？あ、そうなの？あ、そういうこと？私さ、そうなの？仲良くならないとあげれないの？そうなの？そうなのか？そうなの？本当に？だとそうだとしたら、多分私嫌われてるわ、その子に。でも理由はわかるわ。理由わかるわ。え？そうなの？え、その子には竹原してないよ。え？リプ編。
リプ編いろんなやつがあって面白かった。毎日挨拶しないと。え、してるよ。毎日会いに行ってんだけど、家にも行ってるし。え、そうなの。え、でもね、ちょっとね、あるあるわ。あ、これこれだろうなっていうのがある。嬉しい。なんかね、なんかなんだっけ、区役所、市役所みたいなとこがあるんですよ。で、市役所みたいなところでなんか住民についてみたいな相談みたいなのあったから押してみたら、なんか住民について相談できるらしくて、誰を相談しますかみたいなんで、わかんないからその子を選んだので、その子選んで、なんか何がみたいなこと言われて、なんか選べたからどうなるんだろうと思って、なんかね、口癖みたいなのがあって、口癖とか全然知らんかったけど、勝手に口癖選んだんよ。口癖をやめてほしいかなんか選んだんよ。それかな、それで仲悪い、それかな、それやけん、そういうこと。プレゼントあげれんってことだけん、プレゼント欲しいんよ。そう、欲しいんよ、あの子から。絶対高そうやんと思って、素敵なものがもらえそう。え、でもね、レシピはもらったことあるんよ。そう、くじを入れたんよ全然来て早々に入れたんよ。私来て早々だからいっかと思って、なんかずっと一緒にいる人より。それこれこれがダメだったの。マジか、知らんかった、そうなるんか。で、私が本人に注意しときますねみたいな言われたんよ。で、私が言ったって言うと、言ったんやろうね、たまごぴよさんがこういうこと言ってましたよって言ったんやろうね、きっと。マジか。だから、え、口癖なくなったの。え、口癖を知らないから、そもそもわからんわ大抵すぎるゲームの中の話なんでね、わかんないわ。そうだったな、なんか影響するんだ。なんかさあるんかなと思ったけどさ、なんもないわって思っとったけど、そこに影響しとったよね。離島ツアー、ツアーまだ行ってない、悲しい。そっか、では出てってもらわないと。プレゼントずっと送れない住民なんて嫌だプレゼント送り、毎日私全員にプレゼント送りに行ってるから、もらったやつをあげても順繰り巡りしてる。網で叩いたり押したり、会話しないと好感度下がるよ。でもさ、時々さ、間違えて網叩いてしまうことない？持っててさ、話しかけようと思ったらさ、ペシンみたいな。離島で新しい出会いがある。あ、そうなの。え、それやりたいんだけど、どうやったらできるの、それ。どうやったらそれができるんですか。あ、しずえちゃんだ。そうそうそう、嫌がらせしたら枠が開くの。え、なんか段ボールあげたらっていうの、なんか TikTok のコメント欄で見たい。なんかさ、引っ越しの段ボールあげたらみたいなあるんよ。私貢ぎタイプだわ。あげたいもん、なんか物あげたいもん。これもあげたいもん。これ誰かいる10円で売るよ、私が作った爆豪くん。爆豪くんじゃない、緑谷くん。ヘスターさん、体験ありがとう。黙々と作ってるの、どういう、なんかあれ、なんかちょっと分からんけど作ってるよ、黙々と。ちょっと並べてみたくて。おーってなったアイリスちゃんね、安否の愛をください。おー、持ってる？段ボール持ってるよ。段ボールと段ボールで作れるから作った、引っ越し用の段ボール。ネットで離島ツアー一覧出てる。どうやって行くん、離島ツアー。いや、私星組あつ森のさ、解略なんだっけ、なんかさ、なんかなんとかなんとかブックなんか本あるよね。マイリル貢献持ってるよ。え、それでいけるの。え、さ、それでさ、いつも言ってるけどさ、人いないんよ。ダメ男に引っかかりそうって私さ、結構言われたことあるんだよね。中学校の時も言われたことあるし、高校の時も言われたことあるし、 STU 入ってからもマネージャーさんに言われたことがある何なんだろうね。
思議な話だ。そして今ショールームでも言われたよ。何なんだろうね、びっくりだわ今言われてるよそれで行けるランダム島、でも住民いたことないよ。なんかちっちゃい島しかあんま行けたことない。2回しか行ってない。好きになったらダメなところも可愛いと思いそうな気がする。あー、そういうこと。このだ絶対、この人はダメなのにってこと。いるときある。あ、そうなんだ。じゃあいっぱい行くしかないの。じゃあマイル貯めて行くしかないのか。僕ダメ男だよそんな自分から言う人おらんのよ。いや、おるんかな、わからんわからん。ホイホイ、ホイホイじゃないよ。ホイホイじゃないんだけど、ダメ親父ですアピール。で、私はしっかりした人がいいかも。自分がしっかりしてないから、ご覧の通りここにいる時点ダメ男ってことそんなダメオーラ出してる。そんなことないよ可愛い、いいねいいねとは。離島に行けば住民に会えるってこと。なんかさ、あと私さ、集まりについてなんですけどね、なんかさ、悪い商売人のさ、あれが来るんよ、狐が来るんよ。あれどうやったら追い払えんの。来ないでくださいって言えないかな。あ、言わないよ、普通の人間。いいじゃん、安否のファンダメ男多いねどういう点でダメ男ってわかる面白い。付き合ったら楽しそう、やったー島の人が引っ越した次の日からマイル旅行券を使う。あ、そうなの。じゃあ私明日、今日アイリスが引っ越しを、美術品をゲットするチャンス、本物をちゃんと見抜けばゲットできるってことは、あれどういうこと。なんか美術品売っとるけどさ、なんか嘘物みたいな。嘘物じゃない、あれ本物なん。知らんかった。嘘物やと思って無視しとったわ。見抜くヒントが書いてあるページが見つける、なんとかなんとか、ネット違うか。美術館に展示できる。そうなの。美術館展示したいんだけど私。そうなんだ。今いない、いるかな、いないかも。知らんかった。早く売ってよ。公爵サイトあるんだね。なるほどね。そうなんだ。狐さんいるかな、見に行ってみよう。あ、そうなんだ。高額になるとかじゃなくて飾れるんだ。美術館に飾ってもな、何にもならないし。まあでも着物だったら展示できない。ああ、そういうこと。そっかそっか、むず。でも見分け方があるんよね。それを見たら完璧、私でも大丈夫、騙されない。深いね。私今日ね、真珠のね、真珠のベッド作った。あ、ゲームの世界でちゃんとゲームの世界でってつけるの忘れないようにしないと。見せたいんだよね。またいつかいいタイミングでツイッターに載せようと思っている。株買いましょう。どこに株売っとんかわからんねんけど、株ってどこに売っとん。株どこに売っとんですか。きつね。お宅より、嘘でしょ嘘でしょ。早口
日曜の朝カブトン、あそうなんや、日曜の朝、じゃあ明日じゃん、やった。あーキツネさんいなかった、いなかったキツネさん。株でネット買えるよ。あそう、現実の世界じゃない日曜の午前中か、明日午前中開くかな、わからんな。株は買うべきか、なるほど。ちょっと置いた、あえ、あーそうだ、自分が落としたあれがあった、ん拾っとこ。よしこくくん抹茶の体験ありがとう。意味わからんとこにホタテみたいなのが落ちとった、でも自分が落としたんだった。よし、イノシシが株売りに来る、あそうなの、次の週までに売らないと腐るからつい、あそうなんだ、壺買わんよ今んとこ。暑いよね今日、暑い暑いよ、これな、暑いよな。ドゥ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 、34度、鬼いらん、鬼いらんよ。しかもイチロくんがなんだなんか言ってた、あのなんか歪んでるって言ってた、歪んでるかなんか言ってたからダメだよ、現実を、現実っぽいん、あそうなんや、株の値段変動するんだ、気をつけて売らないとか、歪んでるのは現実よなるほど、歪んでるのも、まあ確かに芸術って分からんもんね、なんかさ、なるほどってなるもん、これが芸術なのかってなる、なるほどねってなる。あんま美術館とか行かないけど、なんかムーミン展とかに行った時にさ、美術館でやっとるやん、行くじゃんさ、なんかさ、なんかめっちゃムーミンのムーミン、なんかこれまで展示されるんやみたいな、なんかちょっと手書きで書かれ、なんかペペーって書かれたやつもさ飾られとんよ、けんわーと思って、ん何これ、ん何これ、ピカソの絵、ピカソ、なるほどね、ピカソさん、こんにちは。ね、わからん、なんか芸術、なんか TikTok でもあるんよ、なんか、ね、だっけな、めっちゃバズっとるのとかでもあるんよ、芸術かーみたいな、でもなんかすごいよね、それを考えとんのがすごいよね、何か思って書いてんじゃん、すごいわ。本物かどうか、確かにすごいよね、やっぱりでも入っとんよ思いが。10日後にハリーポッターのゲームがスマホで始まる、絶対やりたい、ハマっちゃうかなハマっちゃうかな、ハリーポッター行きたい、あそこ、行きたい、そう行きたくない、みんな1枚80万そう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 、行きたい、連れてって STU さん、次は STU チャンネル、あそこですごい、あんね、私のいいね欄見てほしい、せいやさんが行った時の動画をアップしとったんやけど、すごい、もうすごい
あの再現してるけん見てほしい。ハリーポッター見たことある人は見てはわかる。アンペも絵描いて売れば、え、売れる？で絵描こうかな。どこで売ろう。そうそう、シムフリーさんの次の公演で売るわ。じゃあ私勝手にやいよ。昨日は、え、そう、昨日美容院に行ったんですよね。で髪巻いてもらったんですよ。で美容院行って髪巻いてもらったんです。そしてレッスン行ったんですよ。じゃあマイケルさんも同じ巻き方をしてて、髪の毛巻き方がね。で私最初気づかなくて、サラピに「え、なんか案件あった？」って言われ、案件これからって言われて、えー、ってなんでって言ったら、あのマイキューさんと同じ髪型やけんって言われて、本当やってなって、でマイキューさんも美容院帰りだったらしくて、同じとこだったんかなと思って。そう、昨日ストッパーかけたの。なっちゃん対戦できる？なっちゃんやろうぞ。なっちゃん、ももちゃんもね買ったんよ。なっちゃん買ったって言っとった。よし、だから同じ美容院かもしれんと思って次会った時聞こうと思って。できた飯田くん。えー、すごっすごっ。どうやって弾けるん？足しびれるかもしれない。よし、絵を描こう。あ、タブレットこう、あった。あ、取れない。いた。みんなからのお題を集めて、そのお題で絵描くね。痛い。いて。お題をください。私が絵を描くよ。ん？切ってないっけこれ。危なすぎる。これ 切ってなかった。音楽流れるとこだった。危ね。危な。モナリザ？むずいむずい。ムンコの叫びを書くの？いいよ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 。あ、2個来てるわ。ムンコは書けるよ。何も見ずに書くね。病院でアイドルやられてるの知らないよ。私は大学生って言って、で平日とかにの昼間にいて、あ、今日は大学はお休みなんですかねって言われて、あー、サボり気味でっていう。そうなんですよ。そう、サボり気味でって言ってます。文句の叫びね、書けるかな。ブルブルブル。橋だよな、橋。ほら吹くの、ほらは吹いてないよ。合ってるもん。間違ったことは言ってないもん。サボっちゃダメだよ。こわ。5回まで休むのは権利だから。あ、そうなの。美容師してる知らないの。わかんない。マイケルさんの担当美容師さんは知ってるの。
じゃあ違う美容師かもね、私わかんない。こんなんかな、わかんないわ。で箸、箸があるよ。ここが、あー違うな、こうだな。そうね、宇宙人みたいなんだよね。売れるかもしれん、これは。箸ってどんな色？どんな色とかないんかな？全部同じ色だったっけ。全部同じ色ですか、大体。あ、もっと荒いな。もっと荒いんだな。今色を吟味中。違うな。何色？何色ですか皆さん。橋の色、暗い色か。いい感じ。大満足川本アンナです。え、いい感じ。橋は茶色、木みたいな感じか。そっか、茶色、茶色、オレンジ、これだな。結構いい感じよ。お楽しみにって感じ。
と違うな。川又アンナのうんこの叫びね。外は夕方。ああ、夕方なんだ。ありがとう、教えてくれて。全部青く紫、青紫みたいな色にするとこだった。ありがとう、助かれ、助かった。ちょっとはみ出ちゃった。いい感じ、いい感じで、全体的に歪んでいる。夕焼け小焼けでまた明日、赤でオレンジ、オレンジ、あー分からん、赤オレンジ、赤とオレンジの合間、これだね。まあ色が消えちゃった。もう一回作っちゃうね。赤とオレンジのあいまのここら辺。あ、ちょっとナイスナイス。待って、ぽい、やばいやばい、ぽいぽい。やばい。ぽい。めっちゃ目。うまっ。いい感じ、いい感じ。才能あるかもしれん。いい感じ。いい感じ、いい感じ。できたできた。よし、完成。うん、ちょっと待ってね。はい、ちょっと少々お待ち、保存しますね。川又アンナのうんこの叫び。ぴゃん。川又アンナのうんこの叫び。ジュルルルッドゥドゥ。メールで送ろっかな。何で買ってくれんの。うっそ。カズキン、まあありがとう、いい感じ。嘘でしょ、みんな。そう、こんな感じ、きっと。知らんけどね。西国くん、いいね、ありがとう。50円。 NFT って何、形が微妙って書かれてる。あー惜しい。じゃあ色は良かったのか。いいね、ありがとう。
カズキンさん、ヨシココくん、アキラさん、たやきありがとう、ミキヤくん、たやきありがとう。色が不気味、嘘、こんなんでしょナス、ナスじゃないですよ。ガッピーさん、パチパチありがとう。100円、120円、嘘、こんなんだったよね、みんなムンクの叫び調べを。ヘイシリー、ムンクの叫び調べて。スマホの待ち受けしてくれるの？メールで送るわ。あ、見えない絵が。全然ちゃう。こんなんだったっけ？全然オレンジじゃないじゃん。明る、現代風じゃない？あ、オレンジだった。ごめん。オレンジだけど皮があったんだ。うわー。全然違った。しかもこうじゃなかった、こうだった。うわあ、人間も歪んでたか。うん。かわいい。あ、待って、電波バンされるかと思った。焦ったよ、焦った。私がかけましたが、あざとムンクになっちゃった。悔しい、悔しい、悔しいか分かんないけど。400円、100万円が出た。出ました、100万円。で、出ましたとか。出ましたよ、ありがとうございます。買い取り、アイドルになってしまってたよ。名画シリーズ化いいね。あつ森で洋服デザインして、あ、やってるんよ私。やってる。そう、オリコちゃん作った前、今は STU のがいっぱいあるかな。一億ジンバブエドル、どういうこと？値段安否で決めていいからください。本当に？次の生誕、これいいの？これいいじゃん、素敵な、素敵な絵。落札、落札なんか知らんけど。全然違った。アンピかわいい、ありがとう。全然違った。妹にテンペラで描かせた叫び、何それ。紙にパステルで描いた叫び、そんなあるんや。リトグラフの叫び、T シャツになったらおしゃれ。アーティスティックでかなりいい。やったやった、いいね。じゃあ T シャツにいつか。21歳のみんな来て、来てね。来て来て。でも実はムンクって分かるくない？分からん、分からんかもしれん。パッと見せられたらなんか何やろうってなる。なんか嫌な気分になってきた。ずっと見とったらすごいなんか心奪われます。いやいや、なんて言うんだろう、幽霊的な、なんか心霊的な感じで、いや嫌な感じ。背中にそのタトゥーやばい。分からん、それ習ったけどさ、なんとか36系習ったけど、分からん、覚えとらん。言いたいことがあるんだよ。あ、可愛くなる、いいね、いいじゃん、いいじゃん。ムンク、かなりありがとう。ムンクっていうより富岳、富岳36系、富士山とでかい波のやつ。あー、なんかこういうやつでしょ、こうこうなってくるんみたいな。どこ気がこややって、マリオの世界観。トシピンハートありがとう。
今ドラえもんやってる？ドラえもん！考える人？書けるかな？モナリザ書ける？私。モナリザマジ何にも、え、モナリザってな、え、なんなんか全然出てこない頭の中に。一瞬1秒だけちなみダメ？モナリザって真珠つけとる人？違うか。それは真珠つけとる人みたいなやつか。一瞬だけ見たい。一瞬だけ。一瞬。真ん中分けの何々がこっち女の人かな。真ん中分け。顔は細長いでしょ。ごめんね、ちょっと1秒いい？1秒だけ、1秒だけいいよね。ソーシャルでいけん、いけん、いけん、いけん。え、真珠つけとる人？違う？真珠じゃない人？ムンクだっけ？なんだっけ、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 何書くんだっけ。モナリザか。え、真珠つけてる人は何のあれ。こんにちは。ああ、はい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 。これね、これね、わかったわかった。わかった。全然違う人想像しとった。危な。よし、いけるいける。背景とかあった？間違えた。ブラシ。ハートありがとう。間違えた。すごいコツコツしてごめんね。ちょっと反応が悪くて。こっちこっちこっち。ムンクのカード私見たことあるよ。ピカチュウとかがムンクして、なんかピカチュウか誰かがなんか可愛くやって、他ガチでやってて、なんかそれを見た、なんかそれを言われてるの見た。あ、ちょっとやりすぎた。ねえ、肩幅が超広いんよこの人きっと。え、なんか持ってる、なんか持ってるこの人。肉赤に笑ってる？肉赤じゃないよねこの人。やらすぎるってね。手を掴んでる。笑ってる？この人笑ってないか。微笑んでる？真顔だけど笑って見える。
そうなんだ。難しいな。いい。で、他は？黄金騎士さん、大気ありがとう。他は？モナリザ描いてる。ちょっとなんか特徴ちょうだい。ちょっと特徴ちょうだい。全然今違うんだわ。髪の毛何色？なんかね、茶色っぽかったかな。わかんないわ。小雪さんみたい。むず。え、髪の毛デコ広め？遅いよ言うの。前髪を消してと。よし、おでこだし前髪はない。うん、浦部大気ありがとう。え、おでこ 100% 出してる。あ、全然違った、想像と。なんか真ん中センター分けでって書いてた。トゥルル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 ルくるくるだよね。焦げ茶か黒。焦げ茶。焦げ茶か。焦げ茶ね。うん。はいはい、できたよ。髪の服は黒？服は黒ですか？めっちゃパーマ。あー、うん、黒ゆったりした服着てる。ありがとう。眉毛ない説。あ、そうなの？ないんだ。浦部さん、たやきっぱありがとう。袖だけ赤。あ、そうなんだ。なるほどね。神七さん、うっそん、やば、全然ちゃうよ。目か、ま、味か、味味。誰これ。誰これすぎる。誰って感じ。誰、マジ誰。胸元ざっくり開いてる。嘘だ、そんな。誰？
これ、誰これなんだけど、マジで。モナリザさんない、これ。暗い印象があるんだよね、まず全体的に。これが真っ暗にこういう色、これのこうしてこうして、誰マジで、マジで誰うん、いいかな、これでみんなの特徴は捉えたから、みんなの責任ということで。あ、目なんかな、目かな、目細いですか、目か、多分目だな、これは目が違うんだろうな。鼻は細め、目、目じゃないわ。上に向いてる。垂れ目、垂れ目、垂れ目。絶対この人垂れ目だったと思う。私の記憶上垂れ目。多分ね、黒目大きいよ、この人。で、眉毛ないかも、ぐらい。でも、おるよ、こういう人。知らんけど。二重幅広い。あ、そうなんだ。切れ長。うん、鼻は高い。あ、そうなんだ。全然違ったわ。ごめん、鼻低くして。鼻低いかなと思ってた。一応もっと薄く描いた方がいいかも。よし、完成まであと10秒ぐらい。あ、うんうんマジ誰、こうみんな、みんな何を描いたんだろうって感じ。こういう人いるよ、でも。多分誰も買い取ってくれない、これ涙袋あるの、まあ書けばよかったということで、自分ではこの出来は25点。じゃあいきます。安否のモナリザどうそう、安否のモナリザ、なんだろうな、なんで全然違うなんだろうこれは日曜日に日曜日にね、行ってそうだね初期の眩しい村村の人、寝起きの安否、なんなんこのコメント自首したんかなんだろう、髪の毛のボリューム多い、だってくるくるじゃん、くるくるだからさ、増やしたんよ。ちょっと正解みたいな。あー、もっとか、全然違った。あー、もう一回描きたい、もう一回描かせて、多分もう一回いけるわ。ちょっとどうぞ、もう一回見たい。
いけるいける、これかけるよ。あーはいはいはい。あ、もっと人間風に描けばいいのね。上向いてないじゃん、こっち見とんやん。じゃあもう一回描かせて。多分いける、次いける、次いける。髪の毛ストレートか。え、じゃあもう一回描かせて。みんなもういいよって感じかもしれないけど、ちょっと行きたい私は。安否ならできる、ありがとう。ちょっと再リベンジ。もっと顔大きく描けばいいんや。顔ちっちゃいかなと思って、顔ちっちゃいイメージだった勝手に。もっと大きく描けばいいんだね。いい感じ。横がくるくるか。そうね、二重幅広かったね。え、ぽい。わかんない。だけみたい。あー、ちょっとね、茶色っぽいね。茶色っぽい。さっきどうやって書いたっけ、どれで書いたっけ。あ、これか。あ、違う違う違う、これだ。あー、ぽいぽいぽい、いいんじゃない。いいんじゃん。知らんけど。で、え、ぽいよ。これ多分言われたらわかる。知らんけど。知らんけどね。ちょっと待ってて、みんな。待ち時間よ今みんなの。みんなの待ち時間、みんな、みんなが私のこと待ってんだった。間違えちゃった。こうだね。できた、できたよ。サイトライモナリザ、なんとなく似てる。回転回転、大丈夫だよ。今回は結構似てる、知らんけど。似とるくない？似てるよ、似てるよ。確かにぽい。それだけかよ。わかる、これはわかるでしょ。ほら、モナリザだ。やった、安否モナリザ。ちゃんとここもくるくるなんですよ。見てください、くるくる。
1歩え32点えめっちゃ前進してないのこれだって、これからこれからこれよ、ほらほらほら前進してんじゃん。グラピーさんうまありがとう、売れるかな。オリカちゃんの一族を感じる。なんで。なんで最近はこれはちょっと違かったね、全然違かった。ありがとう。夜中に見ると目が合う絵を描いていると聞いて、おお、そうなんや。これあ間違えた、今年の生誕ティー、これえこれがいい、それこれがえこれがいい、それともこっちどっちがいい、これかこれ。ムンクもリベンジ、ムンクはいいや。でもまだ11月まであるからね、文句が、あ、文句が多いね。どれも微妙だから買うな。じゃ今んとこね、今後増えていくかもしれないから、その中で選ばなきゃダメ。いいよ、だって買う側には選択肢があるんだから、買う選択肢。あ、じゃあすごい顔がオレンジに見える。どういうこと。文句ペンライトカラー、まあ若干そうね、若干、まあ、ちょっと違うけど。今日の作品はこれです。自家像は難しい。じゃまた今度、明日までに書いとくね、QR 紙で書いとく。そういえば私さ、まだアーシャ変わってないわ、ウェブの。今日800日だったからスクショしたいんよ、これ。そうアーシャ800日と思って、自分スクショしたいよね。それまでずっとコウコさんであって、で私に変えて、もうそれで私なんですけど、今日800日だと思ってそこをやったら、そういえば変わってない、今思ったら変わってなかった。触覚短い、この時今長い、どう触覚分からん。こっちも今だ変わってない、それのがいいような。嫌い、そう800人なんか技しないと新しくならない、技決めないといけないの。ウィーンウィンウィンウィン。ワイのログインし直すと変わった。でも私何回かログインしてるんだけどな、できてないのかな、わかんない。ずっとログイン、なんかログインの下もん、どうだろう。いやじゃねえか、734日で負けた、やったー。ありがとう。でも私ファンクラブ入ってるよ、 STU 入ってるよ。ファンクラブのだけ変わっている。私ファンクラブ入ってんだけど、入ってるんだけど。どういうことやろ、入ってないんかな、私実は入ってないんかな。ブログ見れてるんですけどね。自費で入ってますよ。心の困りごと相談室さん、ありがとう。時計マークー
でもメンバーみんなファンクラブは入ってんじゃない、ブログも分からんけど。時計マークを押すんだ。時計マークってなんだろう、こういう矢印のやつかな、違うかな。グッピーさん大変ありがとう。あ、間違えた。ラッピーさん、抹茶たい焼きありがとう。ほんまに抹茶食べたいかも。抹茶じゃないわ、たい焼き食べたいかも。しかも抹茶の。あ、でも、タブレットは変わってるわ。新用車だわ、リネちゃんの。弱くなっちゃった、ごめん。ごめん、電波悪くなっちゃった。こっち使っちゃったから。ルルルルルルル。ログインしてなかったら変わる。あ、じゃあログインアウトしてまたログインすればいいのか。そうするわ。クククク。あ、今日のタロット占いやろ。今日のタロット占い。よし。今日のクイズは何がいいかね。何がいい？誰かクイズを求む。あ、全然歩いてないよ。全然歩いてないよ。開いた本のマーク押して、時計のマーク押してのとこ覚えとく。ありがとう、スクショしとこ。スクショするアンナをスクショしていいよ。開いてるスマホのアプリの数。ああ、いいね、いいじゃん。でも当たりそう、それは当てれそう。わかんない、使った金額。今日どうしよう。みんなどう思う？330円。どういうこと？アーナの髪の毛の数を当ててる。202104。正解よ、もはや正解。知らんけど、画面見ながらちょっとポーズ取ってしまったのはないでしょ。かわいい。ありがとう。全部全部数える。ルル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 。どうしようかな、今日のクイズはね。今日までの配信回数。どうやったら分かるのそれ。お米粒の数何言ってんだ。あつ森の今の所持金。あ、いいね、そうしよう。あつ森の今の所持金にする。あつ森の残高。今日水こぼしてないよ。あつ森の私の今の所持金ね、今手持ちの所持金当てた味噌。ちなみに1万は超えてるよ。1万超えてる。あー、ニアピン。一番近い人がいいのかな。あ、夕焼けになってる。5万以下、5万以下の下3桁は当てなくていい。100の位は当てなくていい。1000の位と1000の位と万の位を当ててください。5万以下、1万以上5万以下で。正解者求む。ギーワさんありがとう。
ゲーム感覚がなくても当てずっぽいよ。惜しい惜しい。惜しい。正解者が今2人も出ました。意外と当たるそうね、2つ当てるだけだもんね。3つすればよかった。3つむずいか。もう正解者出てますよ、2人もということで正解者2人、40分の1、あ、めっちゃいい確率だね。正解は47万ベルです。47万、間違えた待って待って、47,000間違えた、47,000ベル、47,000ベル、47,000ベルです。正解者はアイスレモンさん、カンサトルさんです。金持ちです。算数得意ですよ、口下手なだけです知らんけど、今日は時間があるので2人行こうかな。で今日のクイズは終わりにしようかな。ベストベスト。ではアイスレモンさん、カストールさん、占ってほしいことを決めてください。ポンコツが出た瞬間、違うよ、焦ったんだよ。ローン返してるよ、私ローンは全部返してます明日の運勢を任せろりー。丸、え、×、三角、丸、二重丸でいきますね。アイスレモンさんの明日の運勢は、アイスレモンさんの明日の運勢は、ちなみに何座ですか。アイスレモンさんの明日の運勢は、47万はこの方で、あせあせ、占い仕様に着替えないの、うん、めんどくさいからね。また今度持ってくるね、ハリーポッター1位なんですけれども、うーん、なんだこれ、何のカードじゃこれは。あ、来た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 、あった、これです。グッド、グッド、グッド、節約、親切、良好的なサービス。しかし、いくつかのカードの隣には、自信の欠け、反対、嫉妬、さらには騙しや不倫を示すものもある。でも、良さそうな意味です。タロット占いです。クイーン、王のクイーン、あーでも三角だね、三角、三角です。明日の運勢は、貪欲さを持つ女性悩んだり、自分が貪欲さで悩んだりする一日になるでしょう。気をつけてください。貪欲、貪欲、なんか貪欲という言葉がキーワードになりそうな明日です。三角です。でも明日だけなのでね、気をつけてください。貪欲な女性は気をつけてください。私とかね、パン焼きが欲しいとか言っても投げないでくださいね
ちなみに天秤座、明日の天秤座、ヘイシリー、明日の天秤座の運勢を教えて。よし、明日の天秤座の運勢は7位です。新たな人生のステージが訪れそう。これまでの経験を生かし、新しいチャレンジを積極的に取り組むことで人生はより充実したものになるでしょう。周囲たちとのつながりを大切に、助け合いながら進んでーということでした。そういう一日です。では次、カーストールさん、カーストールさん占いするよ。しない？する？しない？する？する？する？ありがとうございます。こちらこそ。好きな野球チームが非常に深刻なんですが、今後占えますか？好きな野球チームさんね、カーサトールさんの好きな野球チーム、今後どうなっていくのか、現在未来見ていきましょう。あ、うん、現在未来、カーサトールさんが好きな野球チームどうなっちゃうの。よしよし、いくら払えば。今無償でやっております。今なら無償でやっております。クイズに正解するとできます。よし、でれれれれん、現在うん、未来、よし、現在未来、現在、え、でも良さそうな感じ出ちゃったんだけど、現在現在はこれですね、戦車なんですけど、援助、転移と戦争、衝突、勝利、傲慢、復讐、面倒。でも勝利って出てますよ、現在。でも現在良くないんだもんね。難しいタロットルナ、難しいですけど、でもそんな感じ、現在はね。ダイアルからの戦車、何かと移動が多く、慌ただしい時って感じ。勝ててないんか、今はこんな感じ一応ねで未来は今後だもんね。気になるのは今後はですね、中国指導、あ、ん、中国指導剣の7、意外性のある良いアドバイスを受けて状況に希望を見出せる、そんな意味があるらしくて、別に悪くはない。丸なんですよ、どっちも。現在もなんだろう、未来も。だから逆位置だけど、これが逆位置になってるんで、良い、悪くはない、罰ではないと思うんですよ。なのでそうですね、ちょっと私は分かんないんですけど私無責任タロット占い者、何なんでしょうね、意外性のある良いアドバイス、何かあったり、希望が見出せれたらいいんじゃないかなって感じじゃないですかね状況に希望、アドバイス、いいアドバイス、だし現状に満足しなさいっていうことなんですかね。今がいいらしい、今これがいいらしいよこれが今の状況が丸なんで、今現在丸なんで、今実は丸なんですよ、実はね。
でその後も一応同じ丸なんですけど、何かその何かきっかけがあったらちょっとあるかもしれないっていうのはあるかもしれないですね。そんな感じです。これからのことを検討しております。検討じゃないわ、なんだろう、なんとかしておりますいい結果がね導いてくださるといいなと思います。応援しておりますとこ、そうね、もやもやするね、なんか、香川県民野菜不足、あ、そうなんだ、気をつけるね、ありがとう。うん、またね未来を見ていってね、ちょっと未来を見ていって様子見をしていきましょう病院みたい今はちょっとこんな感じなのでちょっと様子見していきましょうね、様子見していきましょう。またあのまたね来てね、また1週間後にまた来てください。お大事にケーキ観察、見て、クワスコの中入れた ということで今日はそろそろ終わりたいと思います。難しいこと聞いて、全然難しくないよ、だって未来のことなんて何も分かんないからだから全然難しくないよ。美味しそう、今来たばっか、わお、間に合った、ありがとう。クワッソガラス瓶、ガラス瓶じゃないけどプラスチック瓶に入れて、みのりさんお疲れ、ありがとう。フォルマリン好きみたい、ありがとうございます。今日も配信を見てくださりありがとうございました。明日は夜こんぐらいの時間にするかね、わかんないよ。今日は早く寝たいと思っております。ケンかわいい、ありがとう、配信ありがとうございました、ありがとう、おやすみということでありがとうございます。皆さんにとって良き一日になることをお祈りしてください。明日パパなんで自撮り送ってあげよう、父の日だから。父の日はーってパパから来たよ昨日、子供の日はーって送ったよ明日ユニバか、明日ユニバ行かないよ、ユニバ行ってたらね夕方にも配信できないよ、ユニバ日曜には行かないよ。安否沼へようこそ。今夜の安否の予定は水買いに行く、うん今日は行かないよ。ケバブサンドいいね、美味しそう。では良き一日をまだまだ送ってください。それではありがとうございました。スペサポ待ってます、スペサポ待ってますじゃない、スペサポ見てください、あとおりこちゃん動画見てください、あと公演の申し込み待ってます。では壇上を見ます。13位ふりー、12位いっちゃん、11位ドラさん、10位おかっぴさん、9位ちんちらさん、
8位メスタラさん、7位しおりんさん、6位かずのりさん、5位浦部さん、4位大津さん、3位しこっこくんスキピー、2位みのるスキピー、1位クアピーソン大好きピー、ありがとうございます。あれをしてあれあれしてあれにします、よきよきということでバイバーイ、ありがとうございました。はい。